医学部は大学において医学教育に関する研究、教育を行っている学部。また医学を専門に学ぶ課程。医学部の社会的責務は教育、臨床、研究の三つであると言われる。医学部に付属する学科は以下のようなものがある。2012年の報告によれば日本のすべての大学の医学部にて東洋医学の講義が行われているが日本の医学部には 東洋医学の学科はない。医師養成課程を卒業した者には、学士の学位が授与されるが、学士及びその他の6年生学部卒業者や、修士号取得者は、医学系の大学院に入学することが可能で、博士の学位を取得することができる。すなわち、医師養成課程を経ずとも、博士の学位を取得できる。博士の学位を取得できる、大学院は、 医師養成課程を持つ大学に設置される。博士の学位を取得するためには、それらの大学院医学研究科に入学する必要があり、さらに、自ら執筆した論文の評価によって、博士の学位が授与される。医学研究科は4年生であるが、社会人大学院に入学した場合は3年以上の授業料のオフと博士と認められるのに、十分な論文の提出が必要である。 なお、博士は学位であり医師免許とは無関係なので、医師ではない博士の者は医療を行うことはできない。また、医学部医学科を卒業せずに、博士の学位だけを取得しても、医師国家試験の受験資格はない。医師となるには、医学部医学科を卒業予定あるいは卒業した者が、医師国家試験を受験して合格する必要がある。医学部の医学科は2016年時点で、 日本では80大学にあり、1学年100人前後の入学者数で構成される。1973年の無医大権解消構想の閣議決定があり、医学部定員は増加を続けたが、1982年に医師数過剰を防ぐためとして定員は抑制され、2003年から2007年まで7625人に据え置かれた。 入学志望者の競争倍率は高く、医学科の学生の平均年齢は、他学部に比べ高い。各大学発表の収支報告書によると、基本的に授業料収入が、教育経費を上回っている。私立大学医学部の高額な学費は、教育費に加え大学病院の赤字補填費や、研究費に充てられる。私立大学医学部の六年間燥学納入金の平均額は、 約3300万円である。最高額は、川崎医科大学医学部で卒業までに約4600万円が必要。一方で、自治医科大学のように、卒業後に一定の条件を満たせば授業料がほとんど無償という大学もある。卒業時には、卒業論文はなく、卒業試験に合格することで終了となる。医師国家試験の合格率が、 大学評価に直結することも多く、理学部や工学部などに比べて進級及び卒業の難易度は高いと言われる。そのため大学の医学部医学科における留年の問題は、旧来より論じられている。近年の地域枠新設等に伴い、医学部学生数が増加している現状に即し、再度議論を行う必要性が高まってきている。医学部医学科入学時。 医学部のカリキュラムに学力、体力ともに耐えうるものが選抜されて、医学部学生として医学部医学会の在籍を開始している前提にもかかわらず、入学から数年間で留年する医学部学生には、学力的あるいは体力的に将来医師となるものとしての資質が欠けている可能性が高いと考えられている。入学を許可した大学は、 補修を行うことで、進級のための指導を行っている。医学部に投じられる国税の観点からも、留年生に対して、ペナルテを課すことや、可能な限り低学年で、進路指導を行うことも検討されるべきと考えられている。特に私立大学の医学部医学科は、非常に厳しく、医師国家試験に合格できそうにない学生を容赦なく、 留年させることも少なくなく、しかも学費が非常に高額なために、中途退学してしまうものが、毎年後を絶たないという。2017年現在、最も歴史の浅い医学部は、国際医療福祉大学医学部で2017年、開設である。また、近年の医師不足の背景から、私立大学に医学部の設置を検討する動きが、出てきており、同志社大学が、 複数の地方自治体と連携して医学部設置を目指す動きを2012年に表明していた。しかし2013年文部科学省は東日本大震災復興支援として東北地方に所在する大学一校にのみ新設を認める方針を取ったことから同志社大学は医学部設置を断念した。その後の審査で文部科学省の審査会は 医学部を新設する大学として、東北薬科大学を選定し、2016年度に、東北医科薬科大学医学部が設置された。太平洋戦争の最中に、日本政府は臨床医不足を解決するために、医科専門学校を多数設立しており、戦後になると、1947年の教育基本法と学校教育法の交付により、基準を満たした。 医科専門学校が大学へ昇格し、1952年に46の医科大学や医学部に再編された。当時は、国立19大学、公立14大学、私立13大学に医学部が存在し、入学定員は2820人であった。高度経済成長期に入ると、一県一位台、人口10万人に、医師150人といった声が高まり、 1970年の秋田大学の医学部設置を皮切りに私立医学部の新設が急速に起こり、1973年からは医学部未設地県にも次々に国立医学部が新設され、すべての都道府県に医学部が揃った。施設医学部の定員が60人から120人へ増加したことも相まって、1984年には、 医学部の定員は8280人に達した。この時代の理系の成績上医者は多くが医学部を目指していたわけではなく、当時の成績上医者は旧帝国大学レベルの理工系学部志望者と各大学の医学部志望者で住み分けが起きていた。当時の医学部受験生は合格の可能性の高い大学を求めて全国的に移動していた。 1979年に共通一次試験が導入されると、それまでに大学の受験が可能であった国立915校に機構が撤廃されて国公立大学は一校受験となり医学部の志願者数は激減した。この影響は特に弘前大学や鹿児島大学など急に機構において顕著であった。1987年に AB 日程連続方式導入や理科社会の選択科目数削減、共通一次試験前に二次試験の出願をする、事前出願といった制度が登場すると、東日本を中心に医学部の受験者数は回復を見せた。その後、国公立大学が受験制度の度の度重なる変更により志願者数が減少するものの医学部は大きな影響を受けず、また、 私立医学部は国公立の併願先として志願者数が増加した。近年は少子化による大学入試の液化や理系離れが指摘されているが、バブル崩壊後長く続いた不況による企業の倒産やリストラの影響などもあり、医学部志望者が大幅に増え、特に国公立大学の医学部の入学試験が難化する傾向にあり、景気回復後も人気が高止まりしている。 国公立大学医学部は、私立大学医学部に比して学費が圧倒的に安いため、医学部志望者への人気が非常に高い屋さん。大都市圏の国公立大学医学部は、東京大学の理科一類及び理科二類に匹敵するかそれ以上の入試難易度と言われることが多く、地方の非給定大の医学部でも、前日の東京大学の理科一類、二類に匹敵もしくは準ずる難易度と言われている。 とはいえ、東京大学理科一類、二類の難しさと、国公立大学医学部の難しさは、難しさのベクトルが全く異なるため、単純比較はできないともされている。また、次大医学科は、学費が比較的安い大学ほど入試難易度は高くなり、逆に学費が高額な大学ほど入試難易度は優しくなると言われている。 1990年以降の医学部の入試のレベルについて、国公立大学では、旧制以前の大学と、旧帝国大学、旧制医下大学の大学との間の偏差値の差が縮まる傾向があり、私立大学では全体的な偏差値の上昇が見られる。総合大学では、他学部と同じ問題を出題している大学が、ほとんどであり、センター試験、 二次試験ともに合格最低点や入試偏差値は同大学と学部と比して極めて高く最難関学部と称されている。さらに2006年度入試から国公立大の医学部において理科3科目すべてを受験しなければならない大学も出てきたが高校のカリキュラムとの整合性が見直され2015年現在では九州大学を除くすべての国公立大学で 理科に科目での受験が可能になっているまた、2016年度入試までは、九州大学医学部、東京大学理科三類、近畿大学医学部は国公立及び、私立医学部を含めた全ての医学部で面接を行わない参考であったが現在では、全ての大学及び、入試日程において面接が課されている。2004年度から、 卒後臨床研修にあたって研修医自身が研修先を選べるようになったところ、研修内容が充実する傾向にある都市部の病院への希望者が集中するようになった。このため2010年度から地域別の人数に上限が設けられた。2016年の研修医のマッチング実績では、大学病院で研修する者が全体の42.6%、 市中病院が58.3%だった。国公私立大学医学部等の1学年分の定員の合計は1945年に1万533人だったが、移線を廃止するなどして1948年に2820人まで減らした。この定員数は固定化されていたが、1960年には2840人に増やされ、 1961年の国民皆、保険達成による医療需要増加に合わせて医学部の新設が始まり、1965年には3560人、1970年には4380人、1975年には7120人、1980年には8260人となった。最後の新設医科大学となった。 琉球大学医学部が医学課生受け入れ開始した1981年度には8280人にまで増加。すると、厚生省の医師受給見通しに基づいて、1982年に定員抑制の閣議決定がなされ、1985年の8340人をピークに定員削減が始まった。バブル景気を背景に進学率が上昇し、 段階ジュニア世代が受験した1990年には7750人まで削減され、大学志願者数が1992年に92万人で、ピークとなると1995年には7710人、さらに1997年の閣議決定に基づいて削減は進み、2003年以降は7625人で固定化された。しかし、 2004年から始まった卒後臨床研修義務化などを契機に勤務医不足や医師の地域的、診療科的偏在の深刻化から医師の需要が増大した。そのため2008年度入試で定員を7793人に増員し2009年は過去最高の8486人に増員された。政権交代後も毎年増員がなされ2017年度に 定員は9420人まで増加した。なお、大学志願者数は2006年以降、70万人を割っている。東京大学医学部、国立大学公立大学私立大学省庁、大学校医師を養成する教育課程については、医学教育を参照。1886年の中学校齢志校から1918年の大学励志校までは、 高等中学校、または、旧正高等学校の一学部である医学、教育機関を指した。大学令施行後は、大学の一学部である医学教育機関を指す。1886年の帝国大学令から、大学令施行までは、帝国大学の医学系文化大学を指した。大学令施行後は、医学部の単科大学を指した。看護師やコメディカルを養成する学科。 私学部や薬学部などの医療系学部を持つ場合もある。ドイツには2014年現在37の医学部があり、その内訳は修立が35校、私立が2校である。歴史ドイツでは1388年にハイデルベルク大学で医学部教育が始まったのをきっかけに医学分野で世界をリードした。しかし、ドイツの医学教育は 権威主義的で固く閉ざされていたとも言われており、戦後、アメリカ、カナダ、イギリス、オランダなどの医学教育を見習う必要があると指摘されるようになった。医学教育改革が行われ2003年に医師免許に関する規制法が発行した。教育ドイツの医学部は6年制だが、学年制ではなく、セメスター制が採用されている。6年間のカリキュラムは、多くは、 基礎科学に2年、臨床医学に3年、臨床実習が1年である。セメスター性も多くは前期と後期の2セメスターである。ドイツの医師国家試験は第1回目試験と第2回目試験が実施される。入試ドイツの医学部の入試には多彩な選抜方式が採用されている。イギリスには2011年現在で医学部が32ある。特にスコットランドは 先駆的な医学教育を取り入れており、世界でも医学教育をリードする地域の一つとされており、ダンディ大学は医学教育のメッカと言われている。イギリスの医学部の多くは5年生だが、学士入学者を対象とする4年生の家庭や、生命科学系の基礎教育を重視した6年生の家庭の医学部もある。医学部の卒業後、医師として正式に登録されるには、 総合医学評議会に仮登録して2年間の臨床研修を受講する必要がある。その後は、家庭医として3年間のプログラムを受けるコースと、専門医として5から7年間のプログラムを受講するコースに分かれ、終了後に認定証を受けることで医師として正式に登録される。1910年から1920年にかけ、米国では医学教育改革が行われ、 医学校は A、B、C の3段階に格付けされた。同時期に医学教育審議会が設置され後に文部省の諮問機関として認められた。そして医学教育の新基準を満たす見込みのない医科専門学校の多くがこの時期に閉鎖された。なお、米国の医師国家試験の受験資格は2023年からアメリカ医科大学協会か世界医学教育連盟の 認証を受けた医学部の卒業生のみに限られる予定である。ありがとうございます。